なんかいきなりルーをお芝みたいになったね。え、なに、生きてます？なんだかホラーな部屋です。ミーはちょっと怖い感じがします。いや、それよりちょっと正面、なになになに、え、なんかいっぱい私がいる。これは、え、あれ全部私だよね。なんかほらほら、やっぱりロボットなの。タイプアンセス、他のは違う名前。あ、アンセスがたくさん。これはどういうことです。怖いんですけども。なんかすげえ安らかな顔。なんかこの子だけ顔つき違うよ。What？ このボーイ。ミーはこのボーイのこと知ってます。この子はあれじゃない？回想シーンにね、よく出てきよった子じゃない？このボーイはアンセスの弟です。名前は確か。よく来てくれたわね。お、あの子来た？やっと、本物。レナーテ。おー。ちゃんと色がある。この部屋こそレジスタンスの切り札、そして私が守るべきもの。これが本当のアイナの体。あなたはアンセスではない。その弟よ。ん？その弟？自分が？これがアイナ？なんだか色々とちょっと混乱してるんですけれども、でもあなたの意識は今はもうその本体にはない。今のあなたはアンセスをコピーした体にその意識を宿らせた存在、エイリアス。何それ、エイリアンとは違うの？どういうことね。今のアンセスは偽物なのですか？オリジナルではないという意味ではそう。でも外見と能力はアンセスと同等よ。本体から意識を切り離し装置に記録、それをカリスマの体に宿らせる。だから本体がある限り何度でも復活ができる。それがエイリアス。ほう、なかなか興味深い話だな。誰か来たよ、誰か。え、これダークマスターじゃないの？へえ、ちょっと、ルキアさんの死が無駄に。ダークマスター？ユウは死んだはずでは。ふん、生きているのが不思議か？別に大したことではない。イッタブルを盾にしただけよ。愚か者にも使い道はあったということだ。へえ、最低。しばらくデスバーンに様子を探らせていたが、おかげで面白いものを見ることができた。デスバーン、さっきのやつか。何度でも蘇るわけだ。まさか貴様がエイリアスだったとは。一般的な言葉なの、エイリアスって。だがネタが割れれば、対処はたやすい。本体を滅ぼせば復活はなくなる。とりあえず、あっこに眠っとるのが、弟ではなく本当はあれが私ということ。え、弟はいないの？今こそ滅ぶがいい。その希望、アンセスの名前もろともにな。へえ、ちょっと何？ここでボス戦？名前は何なの？プロメテウス。ボスじゃないじゃん。どこで判断してるんだっていう感じやけどね。でも絶対ボスじゃないよ。何そのかっこいい名前。プロメテウスっていう顔じゃないやん。ね。じゃあどんな顔っていう。絶対もっと変な名前の方が似合うよ。うわー、強いよ。ダメダメ、ホイミスライムに攻撃とかやめて、絶対なんか一発とかでやられそうな予感がする。いいね、いいね。その伐採マシンのさ、連続攻撃いい感じだよ。はぁ、ほら、ほら、ほらもう、言ったやん。言ったやんか。ちょっと誰かザオラル覚えてないの？ザオラル使える人が、人じゃないけど。ザオラル使える子がいなくなっちゃダメでしょう。いやー、ちょっと待ってね。じゃあとりあえず回復しとくから戦って。条約層。条約層なんかじゃ足りんかな。頑張ってくれ。お願い、頑張ってね。
どれぐらい体力あるの？結構なダメージ与えれてると思うんだけど。あ、ごめんね、回復忘れてた。忘れんなやって感じやけど。ねえ、さっきから結構ダメージ与えてると思うよ。特にカイザードラゴンの方が。伐採マシンは伐採マシンで、ほら、連続攻撃を。ちょっと。うわ、ダメダメダメ。やったやったー、よかったー。伐採マシン、あと1の体力やったけん、ちょっとどうしようかと思よったんよ。カイザードラゴンのレベルが上がった。あー、ホイミスライムがお亡くなりに。あー、よかったー。なんとか乗り切った。プロメテウスバカにしてあかんね。バカな。プロメテウスがやられただぞ。やりましたよ。わからぬ。なぜだ。なぜこれほどの力が。私だからだね。あなたにはわからない。人だけが持つ無限の可能性は。そして絶望さえも乗り越える人の思いが生む力は。ダークマスターは人じゃないの？人型モンスター？なんたる失態だ。これ以上のミスは重ねられんか。雪辱を果たすのは次の機会としよう。コアにて貴様らを待っているぞ。あ、コアってダークマスターとかがおるとこなんや。ふははは。笑い声だけ残してった。決戦の時は近いか。なんだか深刻な話になってきたぞ。しかも難しい。アユナ、あなたは今、自分の秘密を、真相を知った。これが私ね。ちっちゃくね。そしてもう一つ、この装置に記録されたメッセージも知っておいてほしい。まあ、そっか、弟っていう感じで言おったんやけん、そりゃちっちゃいか、ちょっとは。この、何、メッセージ？返事がない、深く眠っているようだ。え？深く眠ってますけど。聞きたいことはいろいろあると思う。でもまずはこれを見て。すべてはそれから。どれ？何？またいつもの映像？これはあなたに宛てたアンセスからのメッセージ。アンセスからっていうのは自分からっていうこと？いろいろとこんがらがる。アンセス。バーディ、静かに。映像を撮ってアユナに送る？そっか、だいぶ会ってないもんな。とりあえず、正直言ってくたびれた。苦戦してるってレベルじゃないな。状況は悪いと言わざるを得ない。すべて俺に力が足りないせいだ。だが、まだ諦めちゃいない。ブレイクモンスターなんかに負けてたまるか。人間もモンスターも、マソに、マソ？マソに汚染されていない綺麗な世界を、お前に残したいからな。だから俺たちは、必ず勝って戻るよ。お前のために。アユナ。けど、もしも俺が戻らなかったら、お前は自分の好きに生きろ。お前はお前だ。俺じゃない。俺のように生きる必要はないぞ。アユナ、自分自身の意志で、お前の道を選ぶんだ。忘れるなよ。ちょっといまいちよくわからないんだけど、アンセスとアユナは一緒じゃないの？アンセスイコールアユナなわけではないということ？メッセージ受け取ったよ。でも、結局アンセスは戻らなかった。心半ばで彼は死んでしまったから。ブレイクモンスターを倒し、マサに汚染されたマザーを浄化するという志を果たせずに。だから私たちは、彼の意志を継ぐため、アンセスのエイリアスを作ろうとした。いわば、不死身のアンセスを作るということ。それが最後の切り札。ジョーカー計画。でもこのジョーカー計画は、途中で大きくつまずいた。あ、そういうことね。アンセスっていう人は、もともとはちゃんと一人の人間としておったわけや。なるほど、なるほど。で、私はそのアンセスの弟、だったけど、今なんか中身を抜き取って、アンセスの体に入れとるってこと？アンセスの力を使いこなせるものがなかなか見つからなかったの。その事実を知ったあなたは、自分から志願してアンセスとなった。そういうことね。なるほど、なるほど。もうすべてのアンセスがロボットなんかと思ったよ、私。そう。かつてあなたは自分の意志でアンセスとなり、世界のため戦っていた。でも、
今一度あなた自身で選ぶべき。自分がこの世界を救うかどうかを。 What? でもレナーテ、アイラなしでは。ブレイクモンスターの源、マソに汚染されたマザーを浄化し世界を救うかどうか、それを決めるのは彼よ。私は強制するつもりも権利もない。私は奥の部屋にいる。あなたの意思を決めたら教えて。ということらしいけど。アイナ、これはミーがマウスを挟む話ではなさそうです。なぜそこだけ英語にした？自分自身で決めてください。やりたいこと、あるいはやるべきことを。なんかいきなりルーをお芝みたいになったね。で、何？奥の部屋、ここですか？え、これ奥の部屋？え、合っとる？これ帰りよらん？あ、よかったよかった。合っとった合っとった。こんなとこで間抜けなことをするところだったよ。アイナ、あなたはこの世界を救うため戦うの？あ、こういうなんか、はい、いいえとかそういう感じなんや。はい、もちろん。そう、決めてくれたのね。あなた自身の意志で戦うことを。その道を選ぶと信じていた。また、あなたと共に進むことができる。敵の本拠地、コアへは通常の手段で行くことはできない。え、普通に空中ライドでも行けんってことなんかな？お、なんだなんだ。宇宙船とかそういう感じの。おー。いつもより巨大な気がする。それで真上に上がるん。だからこの基地より、転送装置を打ち込み、道を作る。これもルキアの策よ。そう。これこそルキアが私たちに残してくれた最後の道しるべ。おお、直接あそこに行けるわけだね、それで。何それ。うお。え、なんか出発したよ。出発したっていうか、なんだあれ。大砲ですか。おおおおお。刺さった。え、あの刺さったものは今私たちがいる場所ではないよね。転送装置の起動を確認。これでコアへの道はできた。あ、ちゃんと動くかどうかを調べやっとってこと？調べるにしてはなんかすごい派手なことをやった気がするけど。外に出ましょう。転送装置は火山頂上にある塔の上よ。ほい、ということで。とりあえずこの辺で一旦終わっておきたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は、概要欄に動画の再生リストを貼っておきますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。まったねー。なんかどんどん深刻な話になってきたし、急激に難しかったんだけど、とりあえずは理解できたと思う。